はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。これは中西の朝食ですね。カツ丼、カツ丼ね、ヒレカツ丼、昨日の残りのヒレカツ、これあの海苔の佃煮、青さの佃煮、こういうね、卵割り割ってるの中にこれ入れましてね。で、あ、うまいこと混ざらないかな、これ。あ、これお箸の方がいいですね。バカですね、僕。あ、まあまあ混ざりましたね。これで卵とじしましょうかね、と思いまして。ね。すっごい硬くなったよ。 2回ぐらいに分けて、分けるといいんでしょ、これ。すっごいね、卵硬くなった、あの粘り気が出た。下のね、だし汁っていうんです、おつゆは薄めにしてあります。あの、海苔はあれしますんでね。おいしょ。ヒレカツ丼って言いましたっけ。匂いは非常にいいですね。ヒレカツ丼です。玉ねぎと干し椎茸、見た目があんま良くないかな、これね。食べます。いただきます。あ、うまっ、うまっ、あ、うまっ、海苔、うまっ、うん、これすごい美味しい。びっくりした、こんなに美味しいと思わなかった。美味しくなるとは。青さんの佃煮ですね。美味しい。卵は煮込んで、ね、ね、つくだ煮をこう混ぜ込んでね。だから下のおつゆは薄めだって言いましたね、言いましたね。うん、なんだこれ、うまい。で、ちょっと胡椒してあるんですね。結構丼物には胡椒をかけるやつです。あ、胡椒かけるやつです。はい。うまいな、これ、ほんとに。干し椎茸もいい味出してんな。うん。あ、おいしい。あの、おつゆはね、白だしだけ。これ、水。干し椎茸のね、出汁が出てますからね。うん、美味しいな、これ。ちょっと胡椒かけますね。母親長兄ちゃんのヒレカツは美味しいですよ。うん、海苔がのっ混ざってるとはいえ、割と薄味に仕上がってますね。でも、椎茸とか海苔の旨味っていうか、そのね、出汁っていうんですか、出てるから、すごい美味しいですね。海苔の部分、うまい。あ、これ伊勢志摩さんの青菜の佃煮、卵焼きに、単純にね、卵焼きに入れても美味しいし、こうやって丼、卵とじの丼の卵の中に入れても美味しいですね。もう別にこのカツなしで卵丼的な、のり玉丼みたいなでも十分美味しいと思います。すごい。お疲れ様です。あ、美味しかった。美味しかった。びっくりした。うん、
美味しかった。あのね、海苔だけじゃないしに、わかめもね、この中にね、まああんまり煮込んじゃうとわかめがね、グズグズになっちゃうんであれですけど、仕上げぐらいの感じで、わかめをこう入れても、すごい風味が出て美味しいんですよね。親子丼とかに入れてね。僕たまにやります。美味しいんですよね。海藻入れると。うん、美味しかった。ほんと美味しかった。これと卵が出会ったらね、すごい、なんていうんですか、炸裂しますよ。語彙力がないもんね、はい、炸裂って、炸裂はないわ、うん、炸裂ないわ、あ、びっくりした、うん、炸裂なかった、ごめんなさい、炸裂は違いますね、もうちょっとね、うまいことね、語彙をね、駆使してね、語彙力がないですから、でも、あ、体も温まりまして、はい、いいですね、寒かった、で、今朝ね、今朝冷えた、3月3日、あ、お、日の祭りじゃないですか、ね、マジマジじゃ、まあ、じゃ美味しかった、青さのあれ、あれ、あの青さだな、青さ、青さのね、卵とこれね、炸裂しますから、ね、炸裂ないわ、マジマジじゃ、まあ、じゃ